久しぶりにマニキュアを塗ろうかなと思ったんですけど、マニキュアをどこに置いたのか全然思い出せなくってやめました私がマニキュアを塗ろうなんてそんな行動的なことをするなんて思わなかったのに、ないんかいっていう、そういうことですね。そしてですね、今日は書き物もしていたんですが、久しぶりにね、頑張って会社ま、書き物しようって珍しくちゃんとやろうって珍しくですね、意気込みました。いざ始めて、15分ぐらい経ったところでですね、なんとですね、修正テープがですね、切れるというね、事件が起こりました。修正テープ、今日なくなっちゃったんですね。あら、なんでこういう時に限って、なくなったことに気づかないで、やり始めちゃうんだろう。15分経ったけど修正テープがなくて、あ、もう泣いたって思っちゃったんですけど、ママが奇跡的に修正テープを持っていたので、あ、よかったと思って少し借りました。そしてですね、空気洗浄機の方をですね、一生懸命今日は掃除をしていたんですけども、なんとですね、フィルターみたいなの交換時期が来ていたのを忘れていましてですね、すべて掃除し終わった後に気づきました。あ、フィルターがないと、なんということでしょう。ちょうどフィルターを買ってくるのを忘れてしまいました。とても残念に思います。電気屋さんにも行ったんですけどね、そして修正テープもですけど、100均にも行ったんですよ。あ、その時に気づいていればなと、すごく思いました。そしてですね、本日ですね、東京スカパラダイスオーケストラさんのグッズ販売が18時から行われてたので、私も、あ、グッズを買ってみようかなと思って、グッズのサイトを開きました。あ、すごくね、魅力的なグッズがたくさんあって素敵だなと思っていたんですけども、よく見たらなんかミニうちわみたいなのが売っていたんですよ。それは私すごい面白いなと思って、あ、じゃあこれ買ってみようと思って、すごく楽しみにしていたんです。そしたらですね、猫ちゃんがですね、めちゃくちゃご飯を最近食欲がすごくなかったんです。だから猫ちゃんのためにね、今日は何か猫ちゃんが食べれるようなご飯を買っていこうよっていう話をして、猫ちゃんにご飯を買ってた結果、猫ちゃんたちがすごいいっぱいご飯を食べていたのをずっと見ていたんです。そしたらなんということでしょう、19時半になってしまいました。やばい、スカパラさんのグッズ買おうと思ってたんだと思って急いで戻りました。そしたら、案の定受付が開始していて、あー、やったやったと思っていろんなグッズを眺めていました。あー、これ買おうかな、どうしようかなと思っていたらですね、なんと、そのミニうちわがですね、その瞬間に売り切れてしまいました。なんということでしょう。あれ、さっきもあったよねこれ、あれ、ソールドアウト、あれ、おかしいの、あれ、泣き崩れました。はい、欲しかったのにな、それ買ってみたかったのになって思って、泣いてはないけど、なんでやろうなっていう話をしていました。あ、残念だな、まあ手に入らなかったからしょうがないなって思いましたが、あ、そしたらですね、すごい、あ、まあしょうがないと思っていましたけど、うんと思っていたら、ツイッターの方でですね、スカパラさんのツイッターの方でですね、うちわが、なぜか即完売してしまったので、追加販売を行いたいと思いますって書いてあったので、ああ、よかった、私買えるわと思って、楽しみに出りました。ありがとうございました。はい、今日は感情がすごい、浮き沈みが激しい感情を経験したので、ちょっと疲れましたけども、とても良かったなと思います。あ、なんか紐がくっついてきたという。以上です。今日の鹿島の出来事を皆さんにお伝えいたしましたなぜかとは言ってないか、なんか面白かった、なんかうちわを自分たちが出すと思わなかったみたいなツイートをされていたので、面白いと思って見てたんですよそしたらそれが全部売り切れたのにも笑ってしまいましたそう、ね、じゃあ私たちも出しましょう、うちわ、これミニうちわ流行ってるんですかね、わかんないですけど面白かったですということでした。
あ、今日お昼にですね、ペペロンチーノを久しぶりに作ったんですけど、そうね、ペペロンチーノ作ったんですけど、はい、すごい完璧でした。え、めちゃくちゃ美味しかった。もう私ペペロンチーノ作ってって言われたらはいって言って作れますね。もうめちゃめちゃ OK です。最高だと思います、ペペロンは。うん、マスターした。まあそれ3回も失敗したらそれ覚えますわな。ぜひ出しましょう。そしてなぜか販売しましょうって。私完売できるかな。いや、うちはなんか面白いね。他のパスタは、たらこかミートソースかな。でもさ、ミートソースってできるんじゃない、くるくるってやれば。え、なんか違うの、好きなもの作るのはいいんだよね。いや、パスタはもう私ね、たらこ、和風、ミートソース、ペペロンくらいの差があるの。パスタ好き好き度ランキングでね。そうだから、ペペロンはどうやって美味しくなるかな、どうやったら自分好みになるかなってできるんだけど、そう、なんかやっぱ好きなものからやっぱ作っていきたいから、次は何かな、チャーハンかな。でもチャーハンって簡単に作れちゃうからさあ、まあこだわろうと思えばこだわれるんだろうけど、ちょっとどうしようかなっていう気持ちがありますね。あ、消しゴムか、なんで消しゴム落ちてる。チャーハン難しいか。あ、そっか、なんかチャーハンはそうね、それで言うと思った。本当に美味しいチャーハンを作るの大変。そう、もちろんなんです。まあ別にチャーハンをね舐めてるとかそういうことではね全くないんですけどね、絶対言われると思った。そういうことじゃなくて、なんていうの、なんか私多分美味しいんだよすごくっていうところまでいける気がしないから、あの途中止まってしまうと思うんですよ。チャーハンとかってきっと手順とかがそこまで多いものじゃないと、多分こうこだわるのとかすごくもっと難しくなるのかなって思ったから、なんかね、そうそう、なかなかってしない。ペペロンないことない。あ、全然ないことあるかな。うん、なんかそういう時はちょっと悲しいけど、なんかペペロンチーノってニンニクだからあんまり食べない方がいい時ってあるんでしょ。まあ私は割と食べちゃうタイプなんですけど、あのそういう時はね遠慮したりしますが、トマトミートソース和風とか食べるかな。うん、クリームが苦手なのでクリーム系はちょっと食べれないんですよ。レストランうまうまい回転まで期待してる。やりたい、レストランうまうまいを作るのはすごくやりたいですね。私の家2階で1階うまうまいにしたいです。そういう、そしたらドリンクは飲めるから。なんか私って前髪がずっとこっち流れてっちゃうのがすごい嫌なんですよね。くしゃくしゃに見えるから、まっすぐ降りてきてほしいのに。トリテリマスターしないと。そうね、トリテリ早く作れるようになりたいなって思ってます、すごく。うーん、トリテリ、ただママに教えてっていう勇気がないっていうのと、なかなかこう機会がないです。トリテリ作りたいなっていう機会がないんですよ。だからそうですね、気じゃない。でもこの家を出るときは絶対にトリテリを教えてもらってからお家を出たいと思います。カジナリのトリテリ、あー、でママのがいいな。なんかね、浮気した気分になっちゃう。そうですね、たこ焼きとか焼かないんですか。焼きます。ラジマキはたこ焼き大好きなので、しょっちゅう、あ、なんだ、この間もやりましたね。そうそう、うん、目がかゆ、やばい、食べたつかじ
梶島家秘伝の鶏照り、そう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 です、ママの味は鶏照り、そう旅立つ梶、まあ旅立てないんだけど、どう頑張っても旅立てないんだけど、プレートいいな、なんかお料理もちょっと頑張りたいなって思います。ちょっと目かゆいです、めちゃくちゃ助けて、目かゆい、やばいやばいやばい、目かゆい、かゆい、はーい、触らないようにします。分かった、作ってしまえばアドバイスせざるを得なくなるのかな、あ、なるほどね、いざ、いやそんな、なるほどね、そういうことね、なるほどね、でもそれはあるかも、作ったけどどうって言ったらさ、これこうした方がいいって言うかもな、ね、ママは今日 FNS 歌謡祭に釘付けだったので、そう、私はドラマが見れなかったんです、私たちはどうかしているを見たかったんですけど、ママはヒゲダンを見るためにずっと張っていましたよ。だからヒゲダンだけは見に行きました、私も。ママはヒゲダン最近ハマってるみたいです。ハローってやってました。そう、なんか前髪どんどんおかしくなってきた。もうこんななっちゃうの、寝る前ってもうほんとすごいよね、私の髪の毛って。ちょっといつもだからこうやって顔出すためにこうやってやってんだよ、だからやってるんだよ、パッて「ただいま」って言って、ああハローダンス、あ見た、えめちゃめちゃ美人な人もやってたよね、フジテレビのアナウンサーさんかな、めちゃめちゃ美人な人がいてやばってなりました。てか浜崎あゆみさんさっきまで見てたんですけど、めっちゃかっこよかったんだけど、浜崎あゆみさんめちゃめちゃかっこよかった、びっくりしちゃった、めちゃめちゃかっこよかったんだけど、あリサさんも見た、リサさんすごかったね、なんかかわいい綺麗な方ですよね、本当にすごい思う、うん、人形さんみたいだよね、浜崎あゆみさんもめちゃめちゃ人形さんみたいだった、めちゃめちゃかっこよかったんだけど、すごいって思った、ね、すごかった、かっこよかった、すごい FNS 歌謡祭最高でした。今の録画全部録画してあるので後ほどもう一回見ようと思います。ですね、音楽はいいですね、やっぱり。今日もねギターとか弾いてたんですけど、今日あんまりうまく弾けなかったな音楽頑張らないとな、もうちょっと。ボイトレがこの間あったんですけど、やっぱりうまく歌えなくてすごく帰って悔しかったです。うん、難しいんだよねやっぱり、うん、歌に満足することは一生ないのかなって思うと先が怖いです。でもそんな時こそ、そんな時こそみんなのことを考えて頑張るだ、頑張るだ、頑張るだよ。みんなは今日大変な一日だったりしたのかな、な、そういう時ってあるよね、なんでだろうっていう一日の時ってあるよね。あ、最近これ買ったんですよ、開けてないけど、なんか使い方教えてくださいなんか使い方教えてください。なんかスマホの何、スマホの何、写真のデータが意味わかんないくらい多くなっちゃったんだけど、 USB に
長く保存することあんまりできないって聞いたんですよ。だからディスクに落としてこうアルバムのように見返せるものがあればいいなって思っていろいろ探してこれを買って、昔の写真とかをスマホのね昔の写真とかをこのこれでディスクも買ったんですけど、できればなって思いましたが、できるのかな。そうなんですよ、パソコンは容量がないのでずっと入れられないのですね、入れられない、ずっと入れられないんですね。だから一個一個このディスクに入れなきゃいけないのはちょっと大変なんですけど、頑張ります。最近買ったものを紹介してみました。高かった、高かった、ブルーレイも USB も同じよ。え？同じなんですか？どういうことですか？え？外付け HDD って何？外付け HDD って何？外付けハードディスクって何？あの四角いやつか。え、そうなの？間違えた？やばいかな？やらかしかな？なんかすごいいっぱい調べたんですよ。やっぱりハップアップガールズ過去に来っていうね大切なあの写真がいっぱいあって、それをこうディスクごとに置いておけばあの、まあ、どっからかも撮りやすいなとも思ったし、いろいろ調べたんですよ。そしたら M ディスクっていうめちゃくちゃ長期保存に向いてるっていうものが私は見つけたのかどうか分かんないんだけど、そうだからあのそれにじゃあ保存していけば大丈夫かなって思ったんです。あ、でもそういうちょっと覚えました、外付けハードディスクを覚えましたそっかそっか、なるほどね。皆さんいろいろな、パソコンの容量はちょっと開けられないんですよ、これ以上は。まあデータ飛ぶ。あー、そっか。体育大学生って聞いた。全然ね、すっぴんだからなのかな。すごい体育会系っぽいですか。ムキムキ
円盤型は劣化する。いやそっか、割と超でもさ、外付けハードディスクっていうのを多分もうちょっと多分勉強不足だな。みんなにコピーして渡したりって時はディスクの方が便利。PC 自体の容量が増す感じ。ほう、なるほどね。大事なデータを複数に保存しましょう。なるほど、なるほどです。いや、ハードディスクって8000ぐらいするんですよね。ちょっと今から買うことはできないな。バックアップのバックアップも取ろうなって。みんなすごいな、パソコン詳しいね。やっぱりすごい初心者、もっとね、お勉強は足りないな。勉強しなきゃ。 PC のハードディスクが壊れる可能性もあるのか。そうか、なるほど、ナナメイド。じゃあもう分かった。そうだね、ディスクだけじゃもし心配になったらまずはディスクに保存してからだね。じゃあ、なるほど。そして私が大金持ちになった時にハードディスクを買おうと思います。なるほどね、なるほど。皆さんの意見を大切、ありがとうございます。皆さん、とりあえずこれを買ったという報告でした。そうだね、なるほどね、ありがとうみんな。 OK、 じゃあまずはこれは普通にね、ブルーレイも見れるんでしょ、パソコンで。それは違う、それは違うのかな、それは見るわけじゃないのか。ちゃんと分かってないよって。あ、それ見れるわけじゃないね、それは見れるわけじゃないね。見れると思って、見れないよね。いや見れないわな、やばいやばい。なるほど、ありがとうございます。皆さん、すっごい前髪潰れてきちゃった。オッケー、再生機能ないや、ないよね。サウンドプレイヤーだけついてるわ。ってことなのかな。あ、でもブルーレイは家で見れるんで大丈夫です。このよーし、勝った、頑張ります、鹿島。まあでもまだまだ、そうね、プレイヤーとレコーダー違います。そうなんだね、おバカ丸だし、鹿島やちゃん、これからも頑張っていきたいと思います。今来た、もうダブルブルリープ、これを買ったんですけど、ちょっと間違った可能性があるっていう説があったんですが、使いこなせるように頑張りたいと思います。果たして私のスマホの写真はデータ消えず、思い出の写真は残るのでしょうか。あ、お父さんに聞きたいですね、応援してありがとう。家事なら頑張ったら再生できるかもしれない、できるかもしれない、本当に。まあね、ちょっと何かって、もう携帯が最近おかしいんですよ。で、10月に変えるんです、変えるこう2年経つってやつがあるんですけど、そう、もうね、結構寿命がやばいなっていうのをうすうす感じていたので、じゃあやってみようかな、なんかこうできないかなと思って買ったんですよ。そうね、データ事情大変。そう、簡単に消していい写真とかだったらいいんだけど、消しちゃいけないものし、お仕事関係確実にたくさんあると思うので、消せないってなってるわけですね。でもちっちゃい頃の写真とかも残ってるから、まあある程度だったら残せるんだけど、今ねやばいの、2万枚ぐらいあるのね。でもどうやったって消せないのよ。だからじゃあもう移行するしかないなっていう考えにたどり着いたんだ。ニキビ
のところにニキビがあった。そうそう、iCloud か、 iCloud、 うわー容量がもともとないや、もともとないや。そうですね、そうで、旧車契約携帯のコストを抑えたくて、そうだからもうできるだけギガ数を高くないのを買いたかったんだ。2万枚の思い出が私のスマホには詰まっているんだよねっていう話です。はい、有料増やせるよって、残りかかるんだよねって、毎月って言ったらだっけ。でも10月さ、10月9月だったに買うと思うんだよね。もう携帯の寿命が怖いから、消えてかね、壊れてからじゃ遅いから、もうちょっと早めに買うかっていう話にはなっております。まあ自分が買うんですけど、うそうだよ、本当に。へえ、なるほど、皆さんから素敵なこと教えてもらえてよかった。でも高いな、ちょっと頑張ります。まあとりあえずね、このブルーレイちゃんたちにいっぱい入れてみようと思います。とりあえずはね、とりあえずはですけど、うん、空気清浄機のフィルターって10年持つよ。違う、それじゃない。フィルター10年、なんか説明書見たら2年って書いてあって、しかも結構フィルター汚れてるんですよ。いや違う、私もね10年だと思って、だからいろいろ買ったのよ。あのその空気清浄機のあのイオンの部分、こうイオンの部分あるじゃん、イオンの部分買って、重曹とクエン酸買って、こう洗うやつ買って、そうなんかいろんな必要なものをとりあえず説明書見て買ったので、10年って書いてある気がして、うーんって思って買わなかったのよ。でなかったわけ、いや ないんだけど、買ってないからね、ないんだけど、なんか開けたら結構汚かったの。あれめっちゃ汚いなと思って、もう一回見返したら2年って書いてあったの。違う、どこのフィルターだろう、フィルターじゃないのかなあれ。なんかめっちゃ汚くて泣いたってなって、なんかおかしいと思って見たらさ、あれじゃない、10年のってさ、なんか黒いさ、シャカシャカの方かな。フィルターも高いんだよね、頑張って買おう。でもね、やっぱ鼻水とか出ちゃったら困るから、部品に言うのかな、みんな頑張りますわ。汚れたら交換した方がいいと思いますね。そうだね、私もねちょっとケチってたから、ケチってたからっていうのもあるんだけど、加湿器のフィルターじゃないって、加湿器のフィルターじゃない、加湿器のフィルターはね意外と綺麗そうね、黒いシャカシャカ、ね、黒いシャカシャカない、なんかさ黒いシャカシャカみたいになってないうん、私シャープだと思う。シャープおじさんに聞くか、ちょっと早く空気洗浄機もあれしたいですね、完成させたいですね。あれ10年持つ、あれですよね、あれ10年ですよねあれは綺麗ずっとそうですね。じゃあちょっとフィルター買いに行きます、高いけど。ということでですね、明日は朝7時からショールーム、明日はそうです、楽しい外の白い薄いやつです、それぞれ、それです、ありがとうございます。それなんです、それをね、それがすごい汚かったの、変色してんの、あれ定期的に見てたんだけど、なんだかすごく汚くなっていて、おかしいなって思ったんで、あこれは買おうって思いました。明日は朝7時からショールームということで、お休みの人はちょっと早起き、いやでも疲れてるかな、わかんないけど、お休みの人はちょっと早起き、そしてですねあれか、お仕事の人は準備中、通勤中、通学中に、家事に会いに来てくださいね。私は寝起きでわーってやってると思うんですけどもはい、ぜひ見に来てくれたら嬉しいなって思います。7時待っております。空気よどんでるの、よどんでない、よどんでないよ全然。あ、チラッと8時からやるの、遅なんだ、ちょっと
ちなっちゃんの前に私は多分思いっきりおきれやると思うんですけど、ご覧ください。お願いします。おきれます、頑張ります。それではお手を拝借、せーの、以上です。おやすみなさい。いや楽しかったね、今日もいろんな話ができました。バイバーイ。おいちゃんハートありがとう。てってちゃんハートありがとうございます。あ、辻さんも手をいただきました。ありがとうございます。気づかなかった、今気づいた。てってちゃんお疲れいただきました。チュークグリートくんファイトありがとうございます。バイバイみんな、おやすみなさいね。バイ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 。Da da 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 da